シュマン、沼城は、総国津野郡現在の山口県周南市須馬本郷にあった、日本の城。標高の低い丘の最上部に本丸を排した城で、謙遜な城郭ではないが、当時は、城の三方を沼に囲まれており、攻めがたい城であったとされる。シュマン、沼城は、室町時代に築かれたとされるが、築城者は不明。 戦国時代の工事元年からの毛利元成による傍聴計略では倉掛合戦に続く大きな戦となった。大内氏の家臣、山崎を木森、エラ県選らが牢城して攻め寄せる毛利軍と度々戦った。骨寿川をせき止めて防備を強化して必死に抵抗したが毛利軍はむしろで沼を埋め立て、ひなわ銃で城内に射撃をして、 城兵の戦意を喪失させていった。ついに工事三年に、城内へ、毛利軍が乱入。城内に籠もった、一般人の老若男女千五百人も残殺され、上将山崎沖森、龍二親子は、自害、城主のエラ県仙は城を出て降伏、主漫、沼城は落城した。城は落城後に廃城となったと思われる。沼城後の園継現在の城跡は、住宅屋、 各種施設が建っており、移行は残っていない。保福寺の正門前に説明板、裏手に沼城市の石踏みと説明板が建てられている。なお、シュマン地区を校区とする小学校は、周南市立沼城小学校で沼城の名を公明に留めて、歴史を刻んでいる。また、シュマンにある山口県立と久山北高等学校の校歌にも、 王家治郎もまたで沼城に命を断ちし名称の心、知らず屋の一節がある。ありがとうございます。